雪の進軍は明治時代の軍歌です。日清戦争に従軍した軍楽隊員の永井健士が戦地における兵士たちの心情を描いた作品で、日清戦争の代表的な軍歌の一つとなっています。当時日本の歌曲で主流となっていた与那抜き音階を採用せず、歌詞も原文一致体で構成するなど、モダンな感性を備えた軍歌でもありました。歌詞の内容が遠線的であり、最後のフレーズにあるどうせ生かして返さぬつもりという部分が、兵士たちを生きて帰還させるつもりのない軍上層部への批判と解釈できることもあり、日中戦争時にはどうせ生きては帰らぬつもりという形に歌詞を改変させられ、後に歌うこと自体も禁止となりました。一説によると、この歌は三味線で演奏する際にも違和感のないように作られたと言われており、歌詞の内容と比較して非常に明るい曲調が特徴的な歌でもあります。作詞作曲、永井健士、雪の進軍。歌唱は御堂明とスタンドアロンチームです。雪の進軍、氷を踏んで、どこの川やら水差しです。馬は倒れる、捨てて儲けず、ここは一つ見るべきの国。ママよ大胆にふくやれば、頼み少ないや卵が2本。焼かぬ干物に半家飯に、なまじ命のあるそのうちはこらえきれない。寒さの焚き火煙いはずだよ、なまきがいぶる。渋い顔して巧妙話、ついというのは梅干し一つ。絡めた10点。